どうもー、世界が少ない100億人を囲みました。おはようございます。ハロー西です。はい、そして明けましておめでとうございます。おめでとうございます。金が新年、はい、1月1日ですね。はい、僕らの旅もちょうど半分がまあ終わったっていう感じですかね。あ、そっか、そんなのね。はい、まあ今日はね、昨日一緒にちょっとご飯食べた女性も来てくれて、まあ一緒に、あと、前の会社の一人が来てくれて、まあ一緒にうちに行きます。はいはい、ね、はい、お願いします。まあ乗り地にするかわかんないですけど、はい、うん、ですね。はい、はい、なんかあります？去年思ったこととか今年の目標とか。まあ特にないです。え、嘘でしょ嘘でしょ。いつも通り毎日生きるだけだもんだって。今な。あ、まあじゃあ目標的な感じであったらあるよ。はい、うん、とりあえず今年、うんうん、チャンネル登録者4万人行ってみたいね。あ、行ってみたいなって行くんですよ行くのそうな。はいね、頑張ろう。はいね、僕は特にないです。はい、年会、お前も年会、はい、振っといて。はい、ね、行ってきます。はい、はい、行っ。自分次第でどこにでも行ける。宇宙を突き抜けてどこまでも。僕は笑うこの笑顔で世界を変えてゆくんだ。走れ笑え。どうもこんばんは。はい、今日の結果発表します。します。はい、1月1日、最後の最後じゃないです、今日最後だったらやばいやばい開けて一発目で終了一発目で最後ってそれはないですね。最初ですわ、ね、最初最初です。寝ぼけてました、すいません。はい、はい、今日ね、まあ、1月1日ってことで、うん、普通ね、はい、まあパチンコまあまあ詳しい人だったらね、うん、あの年末年始は回収の時期だっていうふうにね、うん、言われてるんですよ。はいはい、ゴールデンウィーク、年末年始、お盆かな、うん、回収時期って言われてるんですけど、うん、ただ、まあ、去年も行ってみて、僕1月1日かなり開けてるホールがあったんですよね。はいはいはい、うんうん、はい、で、今日行ってみて、うん、案の定開いてる台がたくさんありました。最高だったね。うん、あ、はい、あのね、ワープを開けるんですよ。はいはい、うん、空いてる台は、うん、空いてないでもあるんですけど、うん、空いてる台は結構ワープを開けていまして、はいはい、だからワープの国とかね、見ない人が多いんだよね。うん、はい、ありがたいことでしたね。そうね、選べるよね、うん、こっちもね、はい、うん、で、まあ前台とかじゃないですよね、島ごととかじゃなくて、うん、とある特定機種の何台かをワープ開けるっていう感じだったんですけど、うん、はい、分かりやすかったです ね、まあ、ね、まあまあまあ僕はワープ開けると分かってたので、うん、はい、で、まあ、分かってたっていうか、まあ、見て傾向掴んでワープ開けるんだなっていう分かったので、うん、はい、で何言ったかっていうと、僕ら2人ともエヴァの申請打ちました。はい、うん、新年一発目はね、はい、エヴァでした。はい、まあ、なぜかっていうとね、まあ、動画映えするってもあるっちゃあるんですけど、うん、そんな理由じゃないですよ、うん、はい、エヴァはあのステージ性能がめちゃくちゃいいんですよ、うんうん、ステージからの入賞がめちゃくちゃ多い、うん、そうだから岐阜ドドとかもあのワープ開けてたんですけど、まあ、ステージ入賞を考えるとやっぱりエヴァがいいなっていうふうに思って、うん、打ちましたね。はい、うん、まあ、その選択肢は良かったと思いますね。うん、だと思うな。なんか回転のね、村はちょっとあってさ、はい、途中なんかドキドキしたりするんだけどさ、はい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 、なんか急にね、1000円分でなんか30何回回るとか、うん、10何回しか回んねえみたいな、はい、そんなの繰り返したりしてね、はいはいはい、うん、なんかドキドキする展開でした、うん、まあね、ワープに依存しちゃうとちょっとね、かなり村があるんですよね、うん、はい、まあ、まあ、そんな感じなんですけど、うん、まあ今日一日打ってどうだったかっていうと、ちょっとどうだったかな、プラス3万弱ぐらいだったと思います。はい、うん、確かそうだったかな、2万9000円いくらかっていう、うん、1日打って、はい、うん、まあどっか出しておきますんで、はい、はい、こちら正確な数字でございますねはい、うん、まあ新年早々ね、うん、かなり期待値積んで、うん、いい稼働ができたんじゃないでしょうか。はい、はい、
そう思いますよ、僕も。うん、ね。まあ、ていうか、まあ、東京入ってからずっと、まあ、納得いく立ち回りできてるなっていうふうに思いますね。うん。やっぱエヴァの登場もでかいよね。うん。いや、ピーキーでも本当かなり使える台になっていくなと。うん。うん、でね、エヴァだからね、今後も長く使ってくれるだろうと、うん、まあ、期待もできるんでね、うん、はい、かなり美味しい台だなと思ってます。はい、はい、よかったよかった、うん、ちょっとね、エヴァの技術介入がね、かなり多いんですよ。多い、多くて、これを使えばね、もう僕は北斗武装のボーダーぐらいになるんじゃないかなと思ってます。うん、うん、なのでね、そのエヴァの技術介入まとめる動画なんかもちょっと作りたいなと思ってるので、はい、うん、ちょっとお待ちいただければと思いますね。はい、はい、まあ、今日ね、ツイッターにね、エヴァのなんだっけ、あるね、技術介入をね、載せたんですよ、僕が、はいはい、混乱しましたみたいなね、うん、そしたらちょっと DM ね、3人かな、3人の方がもらって質問とかしてくれたのでね、うん、やっぱり結構技術介入の仕方とか、まあ、気になる方多いのかなっていうふうに持ってるんでね、うん、そういう動画もそんな多くないしね、うん、はい、まあ、僕らの強みでもあるので、うん、パチンコ好きな人が演出動画を上げるっていうのは多いですけど、あ、まあ、少なくとも僕はそれでね、はい、ご飯食べて行けるまで行ってるのか分からないですけど、うん、まあまあプラスできてるとね、うん、はい、教えていきたいなと思ってます、うん、まあ、どうせやるならな、勝たないとつまんねえし。いや、本当そうですね、うん、負けっぱなしだとね、心折れちゃうしね、うん、本当そうですね。10年、養分10年歴の僕がそう言いますけど、はい、うん、遅かったですね、気づくのね、10年かかりました、気づくことは大事ですからね、はい、貴重な時間を使うんだからね、うん、まあ、全員が勝ち組になることは不可能なんで、まあ、まあ、ね、それしちゃったら 僕らも厳しくなりますけど、まあ、うん、僕らの動画見てね、勉強になりますって言ってくださる方が結構多いので、うん、はい、ほとんどそうだね、うん、はい、そういう方たちだけに届いてくれればいいなと思ってますんでね、うん、はい、そんな感じで頑張っていきたいと思います。はい、はい、明日もエヴァ狙いです。はい、もちろん、はい、うん、明後日もエヴァ狙いです。はい、ずっとエヴァ、ずっとエヴァでもいいです、うん、ずっとエヴァのターン、はい、うん、はいじゃない、はいじゃない、え、なんかボケたんですか、うん、ちょっとだけね、いいよいいよ、僕拾えなかったですけどすいません、分かりづらかったみたいです、もういいもん、分かりづらかったですね、はい、ということでまた、はい、じゃあバイバイ、バイバイ。